ネフロレピスエクスルテイタ西洋シダは、ツルシダかシダ属のシダ植物。日本の玉シダに似るが、根に玉はつけない。栽培品のボストン玉シダは、本種から出たもので、多くの園芸品種がある。日本にも見られる、玉シダエヌコーデフォーリアによく似たもので、南北アメリカ大陸の熱帯域を中心に分布し、葉の形や根に玉をつけない点などで異なる。 ヤンバル魂ダエヌハースチャラとは混同されたこともある。古くから栽培され、本州、西洋魂ダから出たボストン魂ダは、シダ類の栽培品としては、極めて有名。この品種からさらに分かれた、Y 製品や葉が細かく裂けるものなど、多数の園芸品種が知られている。和名については、基本種には、西洋魂ダ。 大玉シダなどがあり、園芸品種はボストンファーンと呼ばれることも多い。全体に玉シダに似るが、捕服形には階形を生じないことや、右辺が線状筆心型で先端が尖ることで区別がつく。用心は、全体としては、長さ50から100センチメートル幅5.5から11センチメートル、頭筆芯型で、中央より、やや先端付近が一番幅広い。また、 派質は、魂だより柔らかく、派縁が硬くならない。右辺の側脈は普通はに差に分かれ、後ろ側の側脈がもう一度二分する。包み膜は切れ込みのある円形から腎臓型まで、ヤンバル魂だとは混同されることがしばしばあった。鑑賞用に栽培される。特に本種、西洋魂だから出たとされるのがボストンシだ、バリエーション、ボストネンシスで、 釣り鉢にすると長大な葉が垂れて豪華になる。この品種から19世紀末より極めて多くの品種が作られた。その多くは目上変異により作り出されたものである。歪性化したものや葉がさらに細かく裂けるものなど非常に多くの園芸品種がある。栽培ではやや明るい日陰を好む性質があり直射日光には当てないように注意を要する。気温20度を 前後5度の範囲が栽培する適温であるが、一般によく栽培される西洋玉シダの園芸品種を冬越しさせるためには、最低5から8度程度は必要である。是非、植え替え、繁殖ともに初夏から夏場の間で行われ、繁殖は株分け、または補福系に生じた子株によって行われる。病害中に貝殻虫がつく場合がある。 A.B. ネフロレピスエクスルテイタトラーピコスハット、園芸植物大辞典に、P1727 朝山ほか、P206。A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K. d o 豊 a 九百九十二1992 P108 以下、記載は、園芸植物大辞典に、P1727 による園芸植物大辞典に、P1723 ホンダほか、P761。 ありがとうございます。